カツジと別れて露店の明かりを眺めながら歩いていると、かけ茶屋の方で人々が集まっているのが見える。領事も覗き込んでみると、それはさっきの大男で、団子を食べた代金が払えずに村の若者にいじめられているのだった。男は薪を100羽持ってくるので許してくれと泣きながら謝るが、若者は団子二串の代わりとしては多すぎたため嘘をついているのだろうと怒り出す。それを見た領事は、男がお腹を空いていて先ほど10銭払ったのも忘れて団子を食べてしまったのだろう、泣いている姿は悪い人ではないから自分が助けてあげようと思う。見物人を押し分けて前に出ると、男に白銅を渡す。男はびっくりして領事の顔を見るが、それをつかむと団子屋の主人に差し出し、これで許してくろ、薪を100羽後で返すぞ、栗を8と後で返すぞと言って外へ飛び出す。周りのみんなも山男の後を追うが、風用にどこかに去ってしまう。領事はおじいさんに男の話を聞かせたくて田んぼの道を急いで帰る。話を聞いたおじいさんは、それは山男に違いないと笑い出す。領事は山男が山でどんな暮らしをしているのかとおじいさんに尋ねる。その時、表の方で大きな音がして地震のように家が揺れる。外に出ると家の前には太い薪が山のように投げ出されてあって、それを見たおじいさんは、山男が領事のために持ってきてくれたんだなと笑う。領事もよく見ようとして何かに滑って転んでしまう。見るとそこいら一面に栗の実が置いてあった。驚いたおじいさんは、こんなにもらうわけにいかないから、今度山に着物でも持って行って置いてこようと言う。領事も正直すぎる山男のことがかわいそうになり、着物と団子だけでなく、山男が泣いて嬉しがるような素敵なものを持って行ってあげたいとおじいさんに告げる。